1分で覚えるバンバンの書き方。三角の角を書いてまっすぐ線を下ろすよ。角の下あたりに角より少し小さい幅で目を描こう。ソーセージみたいな口の下からベロをはみ出させるよ。腕は途中まで細く、半分くらいから太くして、手はまた細くなるよ。手の高さに綿を描いてから、脇の下から体のラインを描くよ。1分で覚えるバンバリーナの描き方。リボンを描いてから三角で耳を描くよ。まっすぐ線を下ろしてきて、耳の下に目を描こう。口は真っ黒なソーセージだよ。腕は途中まで細く、半分くらいから太くして、手はまた細くなるよ。手の高さに股を描いてから、脇の下から体のラインを描くよ。1分で覚えるポピュラーバードの描き方。少しだけ間を空けてまん丸な目を描くよ。右側の目の下に線を下ろして、下向きに尖ったくちばしを描こう。下側にも小さくくちばしを描くよ。くちばしの高さから傘の持ち手みたいな線を引こう。くちばしの下から線を伸ばしてきて、胴体とつなげていくよ。頭の毛は3本、印の部分から生えているように描いてね。羽は開いた傘みたいな形だよ。お尻にも毛を2本描こう。足は少しだけ曲線に、結構長めだよ。左に1つ、右に2つとんがりを描いてね。1分で覚えるジャンボジョッシュの描き方。目は小さく、目 1.5 個分ぐらい離して描こう。口は目の距離より長く描くよ。歯を上下に描こう。小さくて角は丸くなってるよ。口の中は真っ黒に塗っちゃおう。目の下ぐらいに印をつけて、顔のパーツを囲うように輪郭を描くよ。腕は下に行くほどポヨンと太くなるよ。手の内側に曲線を1本ずつ入れよう。目の幅と同じくらいで体を描いていくよ。足は短く、手の曲線ぐらいの位置だよ。1分で覚えるスティンガーフリンの描き方。傘みたいなカーブをモコモコの線で閉じるよ。真ん中に丸い目を描いて、目玉は少し小さめに描こう。傘の端っこから死の形で手を出すよ。真ん中に括弧型で途中まで足を描いて、下半分はちょこっとふにゃふにゃにしよう。死の手のところからまた括弧を描いて、こっちも下半分はふにゃふにゃにしよう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。描きたいキャラクターのリクエストはコメント欄まで。バイバーイ。